さて今回は陸海ビッグ3と呼ばれる3名の戦闘力の均衡具合について検証していくぞ。同じ王者陸海の3強とはいえ、結構な差があるイメージですからね。今回は3名それぞれの単純な戦闘力とチームへの貢献度で検証していくぞ。対戦よろしくお願いします。戦闘力比較てなわけで、まずは陸海ビッグ3の3名を戦闘力という観点から比較していくぞ。よろしくお願いします。まずはマスター柳レンジ君だ。髪の毛サラサラです。さて柳くんの必殺技はかまいたちとうつせみ。ここに関しては全国大会から特に変わっていないじゃねえの。かまいたちは低い位置から放たれる超高速の落ちるスライスショットで、うつせみはゼロ式ドロップによく似たドロップショットですね。必殺技だけに関してならば少しだけ心もとない感じがします。しかしながら柳くんの本職はデータテニスだからな。必殺技ブンブンの戦闘スタイルとは少しばかり勝手が違うじゃねえの。真田くんのとは違うってことですね。データテニスというのは事前の調査で得た情報や試合の中で得た情報を分析して計算し、戦いを優位にするための武器とするテニス。要するに相手が次に何をするのか、どこに攻撃しどう動くのかがデータに基づく確率計算で大体分かってしまうということだな。実質再起間髪みたいなものですね。それに柳くんはダブルスパートナーのデータをも細かく収集、分析し、パートナーの戦闘力をうまくコントロールできる生粋のダブルス職人でもあるからな。要するにサポート特化型ということですね。柳くんならばどんなテニス選手と組んでも 100% 以上の戦闘力を引き出せるだろうよ。全国大会では赤目モードの赤谷くんをうまくコントロールしてましたし、世界大会では毛利先輩の戦闘をしっかりとサポートしてましたね。それに決勝メンバー決定戦ではゼロ感の雪村くんをうまくサポートし、ミラージュミラーを攻撃の形に組み替えたりしていたじゃねえの。さすがは日本代表が誇る最強のデータマンですね。加えて柳くんには巷でマスターと呼ばれるだけの技術力もあるのでな。常に先手を取れるデータテニスとマスターと呼ばれる技術力があれば、上位中学生にも引けを取らない戦闘力を発揮できると思われるぞ。実際シングルス戦闘においても負ける姿が想像しにくいですからね。白石くんやキテくん、九州によく暮らすならばデータテニスで完封できそうな気がします。さてお次は皇帝真田源一郎くんだな。現代によみがえりし副武将さんです。真田くんは究極奥義の風林火炎山雷と気を操る黒色のオーラを携えた情報戦を得意とする柳くんとは真逆な武闘派シングルス戦士じゃねえの。究極奥義と呼ばれる風林火炎山雷は風から雷の6つの技で構成されてます。まず風は見えないスイングで放つ超高速スピードを誇る打球のことで、たまに真田くん本人も高速で移動するぞ。続いて輪は相手の回転を和らげる技で、長期戦や様子見の場面で重宝します。火は炎を思わせるような怒涛の攻撃で、原作では打球が焦げたように真っ黒に描写され、アニメ版では元気に燃えているぞ。お次の陰は精神干渉系を無効化する心理術系の奥義で、再起間髪や誤射の術を全て無効化してしまいましたね。残は山脈を思わせる圧倒的防御のことで、かつてはあの後部様の攻撃ですら、その防御を崩すことはできなかったそうだ。そして最後の雷は真田くん本人が、雷のような高速で移動できるようになり、落雷のように直角に曲がる打球を相手に叩き込むという必殺技です。ぶっちゃけ雷を使ってるだけで大抵の中学生は叩き潰せるんだろうな。高速で移動してどこにでも現れる上に、ラケットから雷を出しますからね。ちなみに風林火山には乱心炎砲という進化系もあるぞ。フランス最強の中学生が消し飛ばされましたね。さて二つ目の黒色のオーラは、一度打った打球にドス黒い気をまとわせ、ラケットをスイングすることで打球の軌道をねじ曲げるという技。要するに一度打った打球の軌道を後からねじ曲げるという技じゃねえの。一度曲げる技を黒竜一重の残、二度曲げる技を黒竜二重の残、そして風の見えないスイングにより、三度曲げる技を黒竜三重の残と言います。シングルスならば黒竜二重の残で十分やっていけるくらいには強いからな。オーストラリア代表の高校生ペアも二人がかりでやっと止めてましたからね。黒竜三重の残まで行くと、中学生が止めるのは無理そうです。最後は神の子、雪村誠一くんだな。真田くんのような武闘派よりの必殺技はほとんど持っていませんが、堅実なテニスで相手を確実に破壊する、日本中学テニス界最強の選手ですね。そんな雪村くんのスキルは X。相手の必殺技をことごとく打ち返すことで、どこに打っても返されるイメージを与え、それを繰り返すことで相手の脳内にテニスへの恐怖心を徐々に植え付ける。すると相手は X 状態に陥り、五感が失われていくというものだな。要するに相手の技を全て打ち返すことで、そのまま五感を奪ってしまうってことです。
そして雪村くんはどんな必殺技でも即座に攻略することが可能で、初見で分からされた必殺技についても、二度目には完璧に攻略してしまうぞ。つまり五感剥奪がちらついた状態で、技なしの打ち合いを強要されるってことです。そんな雪村くんにはミラージュミラーという、寸分たがわぬラケットスイッチ技術があり、これにより攻防の選択肢が単純に倍増、打ち合いでの戦闘力が大幅に上昇し、ラケット切り替えで死角を消しつつ、次の一手を読ませない戦闘もできるぞ。相手の死角を見抜いてしまう、アトベ様の氷の世界や、相手の打球の回転を読みそれを操る、手塚ゾーン系統が効かないってことです。ついでに通常のラリーの最中に相手に夢を見せることもできるぞ。地味に現術も使えるんですよ。そして長い時間の打ち合いの中で相手の攻略法を淡々と積み重ねることで、相手に与えた負のイメージに必ず到達させ、勝利の未来を奪い取ることもできるぞ。つまりどう抵抗してもイメージ通りに失点する無限ループにはめるってことです。そして転移無法などの精神干渉系には、自らの五感を放棄することで対応可能だな。五感がないゼロ感のテニスとはいえ、戦闘力が低下することはありませんし、なんなら普通に会話もできますけどね。なお最初に解説した雪村くんのスキル、イップスについてなのだが、最近では試合前の挨拶で発動できるようになったぞ。つまり五感剥奪への対策がない戦士なら、最初の挨拶で破壊できるってことですね。ちなみに雪村くんと真田くんは無我の境地に到達しているが、柳くんはまだ到達していないぞ。こうして改めて見返してみると、戦闘力ではかなりの差があるんですね。雪村くんが圧倒的すぎる上に、真田くんも相当な強者だからな。柳くんが素直に負けるとは思えないが、現実的な戦闘力の差は歴然だろう。でも柳くんはどんな戦士も使いこなす、ダブルスが本職の名人さんですからね。雪村くんと真田くんも柳くんと組めば、うまい具合に使われるだけですよ。そう考えると立海ビッグスリーの3名は、うまく均衡を保っていると言えるな。代表チームへの貢献度。さてここからは立海ビッグスリーの3名を日本代表への貢献度で比べていくが、まあこの項目に関しては柳くんの圧勝となるだろうな。柳くんは中高問わず誰とでもペアを組め、その戦闘力を 120% 活かすことが可能で、試合外ではデータ収集能力を活用し、アドバイスや解説で活躍できますからね。雪村くんと真田くんは個人の戦闘力こそ、柳くんよりも数段上手なのは間違いないが、団体戦でのシングルスを考慮すると、中学生ならスーパールーキー頭脳が勝率が高いしな。彼らには主人公補正がかかってますからね、シングルスならば負けることはなさそうです。それにシングルスならば高校生の枠も考慮しなければならないからな。まあ雪村くんと真田くんもダブルスできますし、普通に強いには強いんですけどね。しかし中高生ダブルスが大前提となる団体戦のオーダーを組むということならば、誰とでもダブルスを組ませやすい、柳くんこそが一番使いやすいと言えるぞ。貢献度ならダントツでトップですね。各チームに一人柳くんが欲しいレベルです。結論。柳くんはダブルス職人なので、他の二人とは戦力で比べられないが、データ満点ダブルス選手としてのチームへの貢献度はダントツで高く、雪村くん真田くんとのシングルスにおいても、一方的に負けるというのは考えにくいだろう。青い瞳の赤谷くんや変身二王くんも、データテニスで完封できそうですしね。いくら赤谷くんの攻撃力が高まろうが、攻撃手段が分かれば対処はできるだろうし、二王くんがイリュージョンを解禁しても、その変身はあーだこーだ殺法でしばけそうだ。関東時代はシングルス選手でしたからね。雪村くん真田くんほどではないですが強いですよ。戦闘力に関しては雪村くんと真田くんに劣るが、サポート力だけに関してならば柳くんに軍配が上がるだろうし、そう考えると立海ビッグ3の均衡は、いい感じに保たれてると言えるな。むしろ戦闘力で置いていかれつつある、真田くんが少し心配になりますね。そこは大丈夫だ。副武将には松明芸があるからな。戦闘力の雪村くんに総合力の柳くん、そして松明気合大声芸の真田副武将。なるほど見事な均衡ですね。対戦ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価を押していただけると幸いです。あとよければ Twitter、インスタ、Twitch もチェックしていただければと思います。動画のリクエストは Twitter の DM でのみ受付中です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。